アンブロジウスは、4世紀のミラノの司教。聖教会、非、カルケドンは、カトリック教会、聖公会、ルーテル教会の聖人で記念日は12月7日、ミラノの守護聖人でもある。4大ラテン教父、聖法の4大教会博士の一人に数えられる。アウグスティヌスに影響を与えたことでも有名。アンブロシウス、アンブロシートも表記される。イタリア語名はアンブロージで、 成人の継承を付加して、サンタンブロージョと呼ばれる。英語ではアンブローズ。日本正教会では、メディオランの主教聖アムブロシーと記憶される。ディービ・アンブロージー・エパスコピー・メイディオラネンスス、オムニア・オペラ、1527、4世紀半ば、ローマ帝国の高級官僚の息子として、父の認知ガリアのアウグスタ・トレベロールムで生まれた。彼に最初に起きた奇跡として、 アンブロシウスがまだ幼児の頃、彼が口を開けて眠っていると、数匹の蜂が彼の舌の上に止まり、彼を刺す代わりに蜂蜜を垂らしたということを彼の秘書だったパウリノスが記録している。このために彼は長じて話し噛手になったという。アンブロジウスは、ローマで法学を学んで官僚の道を歩んだ。優秀な人物であったため、368年にシルミウムの長官、 370年には、ミラノの首席執政官に選出された。ちなみに、当時のミラノは、帝国政法の中心都市であった。374年、アンブロジウスの運命が大きく変わることになる。ミラノ死去アウクセンティウス死去に伴う、後継人事問題は、アリウス派とハマリウス派の民衆が入り乱れて、揉めに揉めた。人望のあったアンブロジウスが朝廷に乗り出すと、 派閥間の争いにうんざりしていた民衆は、アンブロジュースこそ、ミラノ司教にふさわしいと要求し始めた。当初アンブロジュースは売春婦を二人家に止めるなどして、司教就任を回避しようとした。さらにミラノから逃亡を試みたが、ミラノのサンシーロ地区を出ようとして、すぐに民衆に捕まえられた。彼は、ベッタという名前のメスロバに乗って逃げ、走れベッタ、走れ。 ベッタとばせを飛ばしながら逃げたために、彼が捕まった地域は今日でも、これベッタと呼ばれているという民間語源が存在する。しかしあまりに熱心な要求に、アンブロジウスはまだ、キリスト教徒ですらなかったにもかかわらず、これを受諾した。司祭について、キリスト教のカテキズムを学ぶと、洗礼を受け、すぐに司教に除解された。これが374年12月7日であり、 アンブロジウスの記念日はこの日付に由来している。司教となったアンブロジウスは、教会政治家として優れた手腕を発揮し、アリウス派を駆逐して、政党信仰の擁護に尽力した。378年に、ミラノに立ち寄った皇帝、グラティアヌスに、ローマの伝統宗教を弾圧するようそそのかし、382年に、首都ローマの元老院から女神ヴィクトリアの勝利の、 祭壇を撤去させた。384年には祭壇再建を訴える首都長官クイントス・アウレリウス・シュンマクスの演説に心動かされた皇帝ウアレンティニアヌス2世を威迫して計画を中止へ追い込み385年から386年にかけてはアリウス派であったウアレンティニアヌス2世の母ユスティナとも激しく争っている。 さらに皇帝テオドシウス一世には、ユダヤ教を迫害する、要388年に約束させ、390年に、テオドシウス一世がテスチャロニキで民衆を虐殺する、事件を起こすと、テオドシウスの波紋を宣言して、公開謝罪を要求し、これを得ることに成功した。ギリシャ語に精通していたアンブロジウスは、バシレオス、ナジアンゾスのグレゴリオスなど、東方の恐怖たちの思想を学んで、 これを製法に伝え、製法協会の進学の水準を高めた。また、オリゲネスやアレクサンドリアのフィロンに学んで、その聖書解釈の方法を製法協会のスタンダードとした。若き日のアウグスティヌスも、ミラノでアンブロジュースに出会って大きな影響を受け、改心を遂げている。アウグスティヌスによれば、アンブロジュースは古代の人間で最初に声を出さない読書を行った人物である。 ミラノで伝統的に歌われるアンブロシオ聖歌という、ラテン語聖歌は、アンブロジウスに由来するという伝説があり、同じようにミラノで行われている、天礼様式は、アンブロジウス天礼と呼ばれている。アンブロジウスに返される聖歌には、テデウム、いざ来ませ、違法人の救い主よ、などがある。聖教会歴2008年日本ハリストス聖教、海教団発行 AB。 ルチャーノ・デクレシェンソ、物語中世哲学誌アウグスティヌスから、オッカムまで、谷口平、ジョバンニ・ピアッツァケ、自立処方、2003年11月25日、ABCDE、アンブロシウス、西洋古典学辞典。ありがとうございます。